こんばんは。こんばんは。元気です。私はありがとう。みんな心配してくれて。お疲れ様です。ねえ、皆さんもちょっとあれですよね。本当にそうですね。今回ね、そういろいろ発表があって、皆さんもすごく今回はね、そう、残念ながら5周年コンサートはね、中止になってしまいました。ね、あの直前だったしさ、発表されたのが、だしね、楽しきっと楽しみに待ってくださっていた方もたくさんいたと思うので、ね、お話し会とかでも行くよって言ってる方いたし、楽しみに待ってくださっていた方もね、いたと思うので、本当にごめんなさい。でも、もう本当にこればっかりはもう仕方ないことですよね。本当に誰のせいとかでもないし、誰が悪いとかでもないし、もう全てはもうコロナが悪いんだから。だから本当に、でも早くあのメンバーの皆さんがこう体調が良くなって元気になってね、また皆さんとあの早く会える日が来たらいいなって思います。そうですね、私ももう今回のね、なんだろう、メンバーのこの感染のなんていうんですか、すっごいやっぱ身近な、なんていうんですかね、やっぱりなんていうんだろう、もう本当にもう私も本当にちょっと感染対策とかこうより一層気をつけたいと思います。こんばんは。
ですね。こればっかりはもうあれですね、しょうがない。だってもうこのご時世である限りは、だってね、やっぱり活動してるからさ、いつどこでコロナにかかるかわからないし、しっかり感染対策とかしてても、もうどこからかコロナをもらってしまうっていうのは、もうこのご時世はもう仕方がないことですよね、本当に。だから早くメンバーが元気になってほしいなって思います。こんばんはです。私はね、今のところ大丈夫ですね。でもまあ分かんないよね、こう油断できないし。それはちょっと分からないけど、今のところは大丈夫ですね。早く皆さんとね、会える日がまたいいなって思うので、皆さんもそれまで、ね、待っていてくださると嬉しいです。嬉しいです。よろしくお願いします。多分PR 舞台の発表が3日だったじゃないですか。で、多分さっき公式で発表されたと思うんですけど、PR 舞台の発表も延期になったって。そう、5月中にそう延期になったということで、そう、投票期間はね、多分変わらず明日の12時までだと思うんですけど、そうだけどやっぱり何でしょう、こんなにね、こんな状況で感染してるメンバーもさ、たくさんいる中で、こう PR 舞台の何だろうに関するツイートだったりとか、この宣伝っていうのかな、宣伝とかをするのは、なんか SNS をこうしたくても今できないメンバーがいるから、
コロナでね、買ってしまって自宅でも多分できないメンバーがいるし、それはやっぱりみんな平等ではないから、うん、だからそうですね、フェアじゃないから、うん、私がもし逆の立場だったらって考えてもそれは悲しいので、だけど気持ちはもちろん、あの入りたいっていう気持ちはもちろんその最初から変わってないんですけど、なんですけど、でも、うん、今こう宣伝っていうのは、宣伝っていうかっていうのはちょっといいかなって思いますね。またちょっと落ち着いたら、今までそうする企画計画とかねやってたけど、でもちょっと落ち着いたらまたできると思うし、できるっていうか、そのまたその なんて言うんですか、ちょっとこの今の状況というのが落ち着いたら、そう、今までの通気国家計画の総集編じゃないですけど、なんかそういうのとかなんかできるかなって思うし、だけど気持ちは変わらずやりたいですっていう気持ちはもちろんあるので、それは皆さんにちょっとお伝えしようと思います。で、今日はショールームしました。うん、こんばんは。なので皆さん本当にいろいろ、まあいろんな気持ちが皆さんあると思いますけれども、でも復活する STU48 を待っててもらえると嬉しいです。私見たら安心しました。あ、本当ですか本当ですか。あ、それは嬉しいそれは嬉しい。待ち遠しいです。だってみなさんのそういうなんか待ってるよっていう言葉とかすごい励みになりますよね。ありがとうございます。喉が鳴ったまでなら待てますって、3年待てるってすごいね長いね。こんばんは。そうですね。でももう本当にこればっかりはしょうがないので、まあ、今はゴールデンウィークですしね、ちょっと皆さんに明るい気持ちに、明るい気持ちというか、こうちょっとやっぱりショックを受けてる方も
いると思うので、なんかこうちょっと私のショールームを見て元気を出してもらえたら嬉しいです。全部もう全部コロナのせいだ。全部コロナ全部コロナのせいだ。ちょっとギフトを読みますね。炎上さんありがとうございます。ラブリー48さんありがとう。テントカイザーソデさんだるまありがとう。かいちゃんです。とってありがとう。くずいさんパソコンありがとう。山猫坊主さんパラソルありがとう。ぶんにーちゃんパソコンありがとう。田辺さんとうとうありがとう。うにさんパラソルとテントとパソコンありがとう。金持ち先生パソコンありがとう。あーちゃんハートありがとう。なっかーさんパラソルありがとう。キッチンさんとうとうありがとう。まきまきさんくまありがとう。おけいちゃんハートありがとう。なおなおちゃんパラソルテントありがとう。おけいちゃんハートありがとう。七千しずさんハート100ありがとう。すべえさん星ありがとう。ね、全員で今を乗り越えましょう。おー、あ、そうです、今日は髪をちょっと結んでいますね。いや、あの髪の毛が本当にちょっとまとまらなくて、もう最終手段ですねに出ましたね。もう今日はもうダメだと思って、もう今日はもういかんと思って。あ、そうです、これ高崎彩子の隠れ家であの着てた服です。これ、え、リネちゃんだ。え、これリネちゃん？でも多分リネちゃんだよねこれ。今日めちゃ、え、うっさリネちゃん、リネちゃん今日ありえんくらいビジな、え、リネちゃんがコメントするのめっちゃ珍しくない？いや、りねちゃんはいつもこうやってあの褒めるんですよ。いつも褒めてくれるんですよ、りねちゃんは。りねちゃんはいつもね褒めてくれるんだけど、でもりねちゃんはあの本当に思ったことしかあの言わないから、言わないっていうのがりねちゃんだから、あ、だから本当なんだと思う。やったー、ありがとう。え、嬉しい。りねちゃん、りねちゃんコメントしたの初めて見た。嬉しい、ありがとう。りねちゃん見てるの？やったー。普段人の配信なかなか民権見よるときはコメントするよ。あ、じゃあめっちゃレアなんだ今日。皆さんレアですよ、とても。りねちゃんは人思いの優しいこと、りねちゃんポタクさんから聞いた。いや、そうなんですよ、本当にそうなんですよ、本当にそう。もうりねちゃん正義だから、本当に。今日皆さんレアです、レアですよ。レアですわよ。ねむねむにゃんこ、やったね。
レア感に立ち会えて嬉しいです。3年待った甲斐がありました。え、どういうこと、どういうこと、3年待ったの。じゃあバイビーだって。バイビーバイビーバイビー、自由だね。かわいい。先ほど新幹線キャンセルしました。残念だったね。だってねえ、本当にごめんね。また待っていてくれると嬉しいです。本当にごめんなさい。こんばんは。私の前髪になりたい。嘘だ嘘だよ。私はもう前髪変って言われてもう2年加入してから2年ぐらい、2年半かずっと前髪が変です。でもね、本当にね、薄くなったと思います。自分でも前髪は。加入当初はね、もうね、なんかもう信じられないぐらい前髪多かったから本当に。でも今もね、多いから減らしてるんですよね。こうピンで留めて、でずっとここの伸ばしてる前髪があって、それがね、もう結構本当に前にショールームでこの前髪を伸ばしますっていうのを皆さんに教えたと思うんだけど、ここの横の前髪を伸ばしますっていうのを皆さんに、多分これもそうなんだよね。すごいね、伸びたんですよ。やっぱ今このぐらいまで伸びてて、そうで今とてもいい感じなので、この調子でもう切らずにどんどん伸ばして前髪じゃない横髪にして、ちょっと なんだろうもうそれをちょっとその時を待ちます。その時を待ちますよ。私はおきまい太郎さん、どうもこんばんは。どうもこんばんは。自分で前髪切ります。自分で切りますよ。そうだね、確かに今のアーシャは確かにちょっとまだその時は濃いめかもしれないで、私が前髪が結構これぐらいまで減らすことができたのは今年に入ってからぐらいなんですよね多分。いや去年か、いやでもなんか結構時が経つにつれてこうどんどん薄くできてるから、そうだからこれからどんどんもしかしたら薄くなってていい感じになるのかなって思ってますけど、でもちょっとこれ以上は無理かなってちょっとなんか思ってるけど、美容室同じところ、私は同じところはあんま行かないてかあんまりこだわりがなくて、私は美容室になんか大体2か所ぐらいはいつも行って、なんか気分によって変えてるかなって感じです。なんか私が行ってるところがなんかすごいね、どっちなんて言うんだろう、ちょい極端っていうか、
うん、なんかね、なんて言うんだろうな、こんばんは、お高いところか、お高くてちょっといいところか、リーズナブルなところ、ちょっとリーズナブルなところの2箇所をこう行ったり来たりしてるんだけど、ちょっとお高い方のところはかなり結構時間がかかるところなんですよね。でちょっとリーズナブルなところは結構サクッといける感じで、だからどっちかなんだけど、いつもでも最近はちょっとリーズナブルの方に行くことの方が多いかなっていう。こんばんは。私知らぬ間にあのホットペッパービューティーっていうのがあって、そのホットペッパービューティー美容室の予約とかができるんですけど、知らぬ間にあの1000円ぐらいポイントが貯まってて、そう前回行った時はね、ちょっとそのポイントを使ってみました。安部さん星ありがとう、うさやさん、じんさん、パラソルありがとう、ナナセンシズさん、クマありがとう、おけいちゃんハートありがとう、かずっちさん、パラソルありがとう、パスコありがとう、かいちゃんです、トートありがとう、みつさん、パラソルじゃない、テントありがとう、モーニングスターさんハートありがとう、シーバーさん、これ何これ、お花だ、お花ありがとうございます、ナッカーさん、クマありがとう、ウサヤさん、パソコンありがとう、よっちゃんありがとう、はじめまして、こんばんは、ポイント活用するの上手、うまいよね。え、私全然うまくないんですよ、それがそれが全然うまく、私ポイントカードを2個ぐらいしかない、本当に。いや違う、2個、その使ってるのが2個って、ポイントカードはめちゃめちゃ持ってるんですけど、使ってるのが2個ぐらいしかない。私なんかポイントカード出すのがめんどくさくて、もうなんかもうないですって言っちゃうんだよね、持ってるのに。だからそのホットペッパービューティーも初めてポイント使ったから、えこれで合ってるのかなっていうなんかちょっと不安もあった。あそう、あと映画はそうちょっとポイントで見たりとか、そう思ってるのにないですって言っちゃう探すのがめんどくさいんですよ。朝なぎさん初見です、ありがとう、こんばんは、そうあのスーパーとかもねポイント作ってなくて、なんかあのよく行くスーパーとかもポイントを作ってないんですよ。だからこうポイント作っ今ポイント作ったらなんか なんて言うんだ、今までの分を合計したら絶対にめちゃめちゃポイント溜まってるんですよ、今まで言った分を多分全て計算したら絶対めちゃめちゃポイント溜まってるから、今ポイント作ってしまったら今までの分がなんか全部さ、なんていうの、無駄っていうかなんかもったいない気持ちになっちゃって、なんか作れないんだよね。
なんかそれがなんかかまいたちさんのコントでもなんかそういうコントがあってめちゃめちゃわかると思って、それそうこれからの分がたまるから絶対作らないより作った方がいいんだけど、絶対に。だけどなんか今までの分を考えるとなんか作れなくて、そう今までずっと作ってなかったのに今作ってしまったら今までのがなんかもったいなすぎるって思っちゃうから、いやでも作った方がいいのかこれは、いやでもわかんない、なんかわかんない、わかんないからもう作らない、もういい、ない、ポイントカードはない、ないんだって思ってる。逆にどんどん損をしてるのかもしれないけど、いやでももうポイントカードそこの店にはないって考えたらもう良くないですか。まあそうやって生きてたらいいと思って、私はもうだからもういいんです、何を言われても、皆さんに何を言われても私はもう作らない、本当。頑固さが出て、いやそうそうかも、そういうところが頑固なのかもしれないです私。こういうところって分かれるのかな結構、いやもう一刻でも早く作った方がいいと思うか、いやでも、いやでもここで作ったらちょっと今までずっとポイントなしで来てたのにって思うか、どっちかなのかな。いやこれ分かる人います、これ分かってくれる人います、本当に。そう、何と戦ってるのか分かんない、自分でも自分と戦ってる。もう自分の心気持ちと戦ってる、うん。いや今更作ってもなーっていう、なんかそういう気持ち分かりますか。でも意外と私の周りはポイントカードっていうかポイントを有効活用してる人結構多くて、うん、すごいなっていう。私唯一ねよく使うのはハニーズのポイントカードなんですよ。あ、洋服屋さん、ハニーズって洋服屋さんのポイントカードなんですよね。結構すぐ貯まるんだけど、そのカードを全部貯まったら2000円分のお買い物券になるんですよね。そうだからハニーズで2000円分って言ったらもう洋服1、2着ぐらいはもう買えちゃうから、もうね大好き、ハニーズ大好きね、ハニーズ大好きだよね、同じ。そうだからすごいお得なんですよ、なんか結構ね買うからハニーズ、そうだからすぐポイント貯まるんですよね。唯一ねよくお世話になってるのはハニーズのポイントカードです、私は。こんばんは。そうよく行くところでも本当に使うのってそれぐらいなんですよ。そう、なんか一時期楽天ポイントも貯めてたんだけど、楽天ポイントってどうやって使うんだ、なんか貯めててもなんか別に使う時ないしって思ってたらなんかもう出すのめんどくさくなってきちゃって、最近もう全然出してない。そう、なんか使うのがもうね分かんないんですよね、全然もう使い方が。こんばんは。わかりますか。そうなの、もうつ
貯めててもこれは私は絶対に何にも使わないし何も役に立たないなって思ったらもう出すのやめちゃうポイントだからポイントの使い方めちゃめちゃ下手くそです。私こんばんは。あ、そう、この服ね、高崎愛子の隠れ家の時に着てた服です。これさ、よく読んだらカンガルーって書いてるのかな、これカンガルーですかね。カンガルー T シャツ、あ、カンガルーだわ、これカンガルーだもん、これそうだわ、今気づいた。そういえばここにカンガルーのマークあったなって思って、え、カンゴール、カンゴールって何、カンガルーとカンゴール違うんですか。あ、カンゴールっていうブランド、あ、服のメーカー、あ、そういうことか。カンゴールっていう服のブランドなんだ、これ。皆さんの方が知ってますね。カンゴール。初めて聞きました。こんばんは。じゃあ私、え、ココアさんがよく、あ、そうなんだ、全然知らなかった、知らずに来てました。結構有名、あ、そうなの、恥ずかしいな、カンガルーとか言っちゃった。そうなんですか。パセリにカンゴール知ってるか聞いてみて。パセリは絶対知ってると思う。知ってるよって言われそう。皆さんもうゴールデンウィークですね。皆さんゴールデンウィークですね。2回言った。2回言ったけど、ゴールデンウィークですね。ゴールデンウィークですね、皆さん。5周年コンサートは中止になってしまったけど、皆さんにこう楽しいゴールデンウィークが待っていますように。今日は1日、今日1日か、1、2、3、4、5ぐらいまでしたかね。ゴールデンウィーク GW 中さん、クマありがとう、うさやさん、パスタじゃないパソコンありがとう、キルさん、バラありがとう、エイヒロさん、アイスありがとう、クレセイジンさん、パラソルありがとう、カズイさん、タントありがとう、
おけいちゃん、スコーンありがとう。マリトさん、テントありがとう。おけいちゃん、パソコンありがとう。太郎さん、スズランですかこれ、ありがとうございます。トールさん、テントありがとう。パスタ、予定ないですか。皆さん家族と過ごさないんですか。私最近ね、妹と連絡取ってて、ちょっとね妹に会いたいですね。妹大好き成人だから。ゴールデンウィークは地元に帰りますって、いいね、いいですね。妹と仲良しです。あのね、年が結構離れてるんですよ。妹と8歳離れてて、なんか兄弟というよりかは、なんかなんて言うんだろう、兄弟なんだけど、なんか本当に私の中では永遠になんかすごい小さい妹っていうイメージ。なんですよ。ずっともう小さい頃からなんか、なんだろう、ずっと変わらないって感じがする。そうですね、保護者ではないけどだから喧嘩とかも全然ないんですよね。そう、年離れてるから、私お姉ちゃんが3つ上のお姉ちゃんがいて、なんか3つ上だから、上のお姉ちゃんとは小さい子とかに喧嘩とかしたりしてたけど、でも妹は年が離れてるから喧嘩とか全然したことがなくて、だからお姉ちゃんと妹も、もうもちろんそういう喧嘩とかはない。ないです。そうなんです、三姉妹です。私、あ、そう、りねちゃんのところも三姉妹だよね、確か。りねちゃんはお姉ちゃんがいるっていう。どんな喧嘩って、小さい頃とかだったからそんな覚えてないですね、どんな喧嘩してたかとか。じゃあいますよ。なんかあんまり多分家族の話とかしないからさ、多分知らない方とか。え、パセリは私と同い年、妹がいるって言ってたかな、同い年って言ってたかな、私よりも上って言ってたかな、ちょっと忘れたけど、なんかいつか会ってみたい。妹はアイドルに全く興味がないので、そう、全く興味がないんですよ本当に。もうね、私が多分ね STU で活動してるってことすらもう
知ってるのか知らないのかってぐらいの感じで、全く話さないし、そういう話とかすごいマイペースなんですよね。そうなんですよ。元はアニメとかがすごい大好きで、絵もめっちゃうまいんですよ。妹も B型だと思う、多分。そうなんですよ。だから最近なんか連絡してるから、だから妹に会いたいなってちょっと思ってますね。すごい、これは多分皆さんに姉バカだと思われちゃうかもしれないけど妹、すごくいい子なんですよね。すごくいい子だから、なんかもう私結構姉バカだし、もうなんかなんだろう、本当にね、もうなんか何でも買ってあげたくなっちゃうし、あのね、なんかすごい、私の妹ってなんかすごい発想がすごくて、中学生なのにそういう考え方するんだみたいな、そういう考え方もあるんだみたいな、なんかすごいんですよね。なんか今時の子ってなんかすごいな、すごいっていうか、なんかなって思うんですよね。パンちゃんも割と今時やで。いやでもさ、いやでも8歳違うから、やっぱ私の時代と今の時代ってやっぱ違うじゃないですか。そうなんですよ。皆さんもゴールデンウィーク楽しんでくださいね。楽しんでくださいね。私は今日も落語の練習をしておりました。さんエンジョイしますって、エンジョイしてね。しっかり対策をしながら、落語の調子どうですか。でもな、頑張ってます頑張ってますよ。
でもこの間の稽古の時に、なんかね、でもなんかどこまで言っていいか分かんないからな。なんか落語ってさ、やっぱさ、いろいろ役があるじゃないですか。一人二役とかするからさ、なんかもういろいろなのが混ざってしまって、なんかいつもと違うって言われてもうなんか今ね、すごくね、いろんなのが混ざってしまって、ちょっと今ね迷走しているので、そうだからちょっと一回またちょっと仕切り直しをして、ちょっと頑張らなきゃダメだなって感じですそうだからね、難しいなって思います、落語。そう、迷子中なんですよ今。迷子センターって感じ、本当にセンター鈴木彩香ちゃんって感じそう、でも自分の中で精一杯頑張りたいと思います。こんな、なかなかこんな落語とかね、こうできる機会はなかなかもうないし、皆さんにも来るよって方もたくさんね、お話し会とかで聞いたので、皆さんにこう新たなちょっと私を見せられるチャンスだと思うし、頑張ります。ビヨン。そうだね、出し切りたいと思います。切り方と一緒に稽古、いや一緒にはねしたことないんですよね。迷子センター行ったことある？え、わかんない。小さい頃はあるかもしれないですけど、迷子センター行ったことないんじゃない？え、わかんないです。でももしかしたら小さい頃あるかもしれないけど、でも私妹が迷子センターに行っちゃってっていうかすごい覚えてるのがあって、本当に幼稚園ぐらいの子だったんです、妹が。まだの時にあのショッピングモールのさ、なんか館内放送みたいなやつ、よく迷子のお知らせあるじゃないですか。そうなんか妹がなんか迷子になっちゃって、そうでいないってなって、なんかお母さんとか探したんだけどいなくて、したら館内放送で妹の名前が聞こえてきて、あのサービスカウンターみたいなとこに行くみたいな。でその時まだ幼稚園ぐらいだったのに、なんかちゃんと冷静にさ行けてたのすごって思ったねえ、何ですか、広島からお越しの鈴木彩香ちゃんしいね。迷子センターで名前呼ばれないように頑張ります。私落語の練習こんばんは。てか皆さんはあれですか？あ、なんでもないです。なんでもない。
なんでもないなんでもないなんでもない。これはね、ちょっとネタというか、間違えました、間違えました。迷子センター行くとジュースとかお菓子もらえるって本当だろうか。やっぱ知らない。わからないです、行ったことないから。こんばんは。どうですか、迷子センター行ったことある方。迷子センター行ったらお菓子とかジュースもらえるんですか。ぜひ実体験された方、ぜひ教えてください、ください。こんばんは。なんか私が思うにもらえませんでしたって、私が思うにですけど、なんかなかなかお母さんとかが迎えに来なくて、あの小さい子が、迷子の子がちょっと不安になってきたりしたらお菓子とかあげるんじゃないかな。なんか普通にね、多分なんか時間とかあるんじゃないですかね、わかんないけど。そんな迷子になってすぐさお菓子あげるっていうのは多分 ないと思う。バイトで迷子な案内放送してたけど、親子再会の時は感動的だった。あー、確かにそれは感動しそう。うん、でさ、迷子の子が来てさ、大丈夫だよお菓子あげるからねって絶対ならない。確かに泣いたりしたら、確かにそれはあるかもしれない。泣いたりしてたら確かにそうかも、泣いたらかもしれないですね。じゃあ皆さん、じゃあ皆さん、私はそろそろ終わりたいと思います。皆さんが私の配信を見て少しでも元気になってくれていたら嬉しいです。うん、ということで皆さん元気になりましたか。お、よかった、それはそれはよかったです。私も 体調に気をつけるし、皆さんも気をつけてください。あの早くみんなが元気になって、また皆さんと会える日を楽しみにしています。そして、PR 舞台明日までなんですけど、あのちょっと数強化計画とかはちょっと控えさせていただきます。だけど気持ちは変わらないので、入りたいという気持ちはなので、皆様よろしくお願いいたします。ではちょっとランキングを読んで終わります。13位、みつさんありがとうございます。12位ギルスさんありがとうございます。11位キッチンさんありがとうございます。10位クレ星人さんありがとうございます。9位七千しずさんありがとうございます。8位おけいちゃんありがとうございます。7位ナッカーさんありがとうございます。6位しばさんありがとうございます。5位うにさんありがとうございます。4位やすべえさんありがとうございます。3位まきまきさんありがとうございます。2位お金持ち先生ありがとうございます。1位はあれ、棒がなくなった。1位は
広島港パセリさんです。ありがとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。じゃあ皆さん今日もお疲れ様でした。バイバーイ。バイバーイ。